どうも、あえちゃんです。このチャンネルがいいなと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントしていただけると嬉しいなと思います。ってことでやっていきましょう。今回なんですが、杯の防御マックス盛りということで、このメタルをチョイスしております。ってことで、体力 70% 以上の時受けるダメージが 5% 軽減するを2枚つけております。ってことで、このメダルでね、防御もマックスプラス、カチカチだよっていうことで、この赤色絶対強いと思うんですよね。まあ、皆さんにお披露しましょう。で、サポートですが、こんな感じ、162% のゲッター麦わら動物グランドラインということで、さらにカチカチとなっておりますので、やっていきましょう。では、一戦目ってことでやっていこうかなと思います。やっぱりね、杯ってね、攻撃盛りにする人がほとんどの人だと思うんですけれども、やっぱり防御の方が強い説じゃないのと思ってきたんで、今回は、防御盛りっていうことでやってみようかなと思います。やっぱりね、防御のね、強さを皆さんにお披露できればいいんですけども、まあ、早速ね、火力はね、いつもより低いかもしれないんですけれども、まあ、これでも、杯はね、猛火状態とかもあるので、まあ、その分敵に攻撃ができるという強さもあるんでね、そこは文句なしかなと、はい、ジャスカ入っての、はい、はい、と、いい感じですね。まあ、一応ね、攻撃力アップはあるので、一応猛火捨てることによってですね、まあ、一応攻撃力最大 50% かな、まあ、それも上がるので、まあ、実質ね、攻撃つけなくても敵に猛火つけちまえば、まあ、火力はね、問題ないのかなと、個人的には思っておりますと。まあ、おでんとかね、まあ、ガンガンね、当てちゃって、もう、猛火状態ガンガンつけちゃいたいなっていう感じですかね。まあ、裏の人には任せちゃって、こっちは俺が面倒見ましょう。あい、そこはちょっと無理だね。あれは避けれないね。まあ、あそこに二人いるんで、ちょっとまとめて二人こともバーンってやる。お、ここいいね。一旦スキル使ったところを、まあ、欠かさず、犬神グレンで当てていくと。まあ、ここで一旦ね、スキル2で倒していくと。もう、猛火状態だいぶ当てたんで、もう火力が十分高いんでね。火力上がってなくても、この火力の強さ。マジで強い。いや、マジで、この攻撃がね、上がる特性がなかったら、マジで防御盛りっていうのは合わないと思うんですよね。まあ、この攻撃が上がることによって、防御マックス盛りのね、発揮もできると。お、どこに撃っとんねん犬神グレン。で、ここで、はい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 、ドンと、オーケー見た。これ、ブーストっていうのもあるかもしれないですけども、余裕でね、相手のルフィ先輩を HP 削っていくと、ここジャスカ入っての、はい、オーケー、まあ、KO していくと。で、相手のブーストも終わってるんで、もうここは守れてればね、まあ、基本 C 型ね、もうね、この、先部とかも後部とかももう終わっちゃったんですけど、もうこれ多分ブーストもう一回来ることはないと思うので、まあ、C 型とこのね、この裏だけ守ってれば基本勝てるかなって感じですかね。ここ一体犬神グレーン、相外れていくと。まあ、敵はちゃんとマップを見てたということで、素晴らしいですね。で、残り30秒ってことで一旦ここはスキル2を打っての、まあ、あそこで何やってんだ？一旦ここをフォロー入れようか。はい、ドン。はい、ドン。ドン。オッケー。もう火力やっぱ強いね。で、全然ダメージも食らってないし、はい、かかってこいやーって感じですね。はいはいはい。オーケー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 。で、残り数秒ということで、はい、勝ちっすかね。はい、ここは犬神クレーン当てたいところ当たれ！いや、当たんなかったか。ま、けど、こんな感じで、防御マックス盛り強いってことでありがとうございます。2戦目やっていきましょう。ラストの試合ってことで頑張ってやっていきましょうってことで、1戦目はね、あんな感じでね、もう余裕で勝ててしまうと、もう攻撃なんていらないんじゃないの説っていうことで、あと、ドフィー、ユメルフィー、なんだろうな、この、戦いづらいよな、このキャラたちね。はい、はい、でも、あ、いいね。まあ全然いいんですけど、まあ全然ダメージも食らってないんだよね。まあここはね、欠かさずスキル2で一旦フォロー入れての、はい、これほどけた、ほどけた、オッケー、でかいでかいでかい。いいね。味方がダウンさせてくれてる。裏の山とほっといても良しとして、ここは倒しとこう。はい、はい、はい、オッケー、オッケー。ここで KO していくと。で、裏の、あそこのルフィに向かって当たれ。オッケー。ここでね、もう、猛火状態ガンガンつけましょう。猛火状態つけることによって、ほんと強くなるんで、ナイスフォロー。で、ここはね、一旦どうしようか、裏を取られてるので、無視したとして、C 旗取っていけば、ここで05はやばい。敵がこのままですと、ちょっとブースト来るんですけども、2個取ったんで、ギリギリ大丈夫と、ここは一旦スキル2でカバーして、ここは当てていくと、オーケー。
で、ちょっと儲か状態になってほしかったなって感じですかね。お、噂をしたら儲か状態になったと。いい感じ、いい感じ。オッケーオッケー。はい、みんな儲か状態。で、ここでスキル1で、オッケー、倒していくと。ちょ、敵のブースきついな、ちょっと。ナイス、味方の援護来い。オッケー、ナイス、ナイス、ナイス。アップな、味方の援護ナイスってことで、あそこにいるロジャーが怖いな。うわ、届くのか、今の、ロジャー先輩、やられた。いや、待って、あのさ、皆さんに聞いてほしい。あの距離、当たるときと当たらない距離あるじゃん。いや、今、当たると思ってなかったらやべえ。今、この状態だったら負けてしまうんですけども、一旦復活ってことでやっていきましょう。でも、まあ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 、慌てない。慌てしまったら、本当に負けてしまうんで、はい、ここ一旦犬神グレンで当てといて、で、まあ、緑なんで、ここは、俺にとってはいい感じ。まあ、ロジャーでね、余裕倒せちゃう。ここも、おでんも倒せそう。オッケー、ブーストが来てるんで、はいはいはい、ダウンしてる、ダウンしてる。はい、ここで当てて、オッケーオッケーオッケー、ナイス。で、あそこにいる。おー、ちゃんと見てるね。あそこにいるね。恐竜さん、いや、怖いね。恐竜さん、ナイス、ジャスカイで。いや、ちょっと多分、すぐ、恐竜になりそうな予感がするんだよな。うわ、ぶね、恐竜になってきた。はい、ここはまたジャスカイ入っての。はい、オッケー。え、これがプロの技ですと。ここジャスカイ、怖い。で、ルフィがいるな。ルフィもいるから怖い。で、一旦、ここは、うん、ルフィいるな。確かに立ち止まってんな。よし、ここ一旦スキル2でカバーしての逃げよう。で、ここ取られちゃやばいから、はい、ここでスキルカバーしながら、はい、はい。オッケー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 。で、ここも裏も守りつつ、オッケー、味方ナイス。で、ここ、はい、危ない危ない。ここ取らせないよ。はい、危ない。ここ、サブスキル来るよ。はい、ここはいい盾ですね。はい、ここ、ここ。はい、はい、はい。守りながら、守りながら、ここ最後守れば勝ち、守れば勝ち。はい、はい。はい、ここジャスカイ。あー、ジャスカイじゃなかったけど、いい感じで勝てたってことです。スコア8800ってことで、ありがとうございます。ってことで、防御、マックス盛り、マジで強いんで、皆さんも試してみてください。またな。